YouTube をご覧の皆さん、前田由紀です。5月25日に、韓国シリーズ第3弾の新曲ブサン初が発売になります。実は第1弾が賢者の大丈夫、そして第2弾がミヤネをごめんなさいという曲だったんですけど、今回の新曲はですね、プサン初という、すごいちょっとシンプルで渋いタイトルになってるんですけど、今まではこうサブタイトルがついていて、曲調もしっとりとした感じで、切ないサウンドで、そういうメロディーだったんですけど、すごいガラッとイメージを変えて、とってもノリがよく、そしてイントロからもうインパクトのある、ちょっとこう手拍子をしたり踊りたくなるような、アレンジになっているんですが、でも実は歌詞の内容は切ないんですよね。こうまだなんていうのかな、断ち切れない思いというか、好きな人への思いをこう振り切り、前向きに、進んでいこうとする女性の思いを歌ってるんですけど、実はですね、今回の第3弾の新曲、ソウルでレコーディングしてきました。韓国に行って、今までお世話になったユ・ヘジュンさんという冬のソナタのテーマ曲を作曲された、そのユ・ヘジュンさんと一緒にレコーディングをソウルでやってきました。第1弾第2弾と引き続き今回も、作曲をしていただき、そして初めて、アレンジも担当していただいております。本当に今回はですね、自信作でもう皆さんにノリノリで歌っていただきたいなと思います。振り付けもついているんですけど、すごく久しぶりに振り付けがついているので、私もちょっとこう新鮮な気持ちで歌わせていただいております。ぜひ今回の新曲プサン初、皆さん応援よろしくお願いします。ということで、前田由紀でした。